今回の問題、シスコ ACI はシスコが何々向けに提供している SDN の技術、 SDN コントローラーには何々を利用し、ネットワーク機器にはシスコの何々シリーズを利用します。ネットワーク構成は2層構造である何々型です。シスコ SD アクセスはシスコが何々向けに提供している SDN の技術です。 SDN コントローラーには何々を利用します。管理者は個別の機器に設定をすることはなく、ネットワーク全体に対して何々を設定することで通信を制御することができます。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 Cisco ACI は Cisco がデータセンター向けに提供している SDN の技術です。 SDN コントローラーにはCisco APIC を利用し、ネットワーク機器には Cisco の Nexus 9000シリーズを利用します。ネットワーク構成は2層構造であるスパインリーフ型です。 Cisco SD アクセスは Cisco が企業向けに提供している SDN の技術です。 SDN コントローラーには Cisco DNA センターを利用します。管理者は個別の機器に設定をすることはなく、ネットワーク全体に対してポリシーを設定することで通信を制御することができます。お世話になっております、マサルです。今回はシスコの SDN をテーマに一緒に勉強していきます。 CCNA の勉強をしていて、シスコの SDN の技術が全くわからないという意見をよく目にします。そういう私も実際にはシスコの SDN を使ったことがないので、調べた情報を皆さんにお伝えするので精一杯なんですが、皆さんの勉強のお役に立てれば嬉しいです。それでは今回の動画の流れをお伝えします。今回は Cisco ACI スパインリーフ型のトポロジー、 Cisco DNA センター、この流れで動画が進んでいきます。それでは早速始めていきましょう。まずは Cisco ACI からです。 Cisco はデータセンター向けの SDN 技術として Cisco ACI を提供しています。 SDN コントローラーとして Cisco APIC を利用します。サウスバンド API には Cisco が独自で開発している OPFlex を利用しています。ここに OpenFlow を使わないのかなと私は思っちゃうんですが、これが Cisco のやり方なんでしょうね。 OPFlex は OpenFlow と比較するとシンプルなポリシーを定義するだけで SDN を構築できるというメリットがあるそうです。ネットワーク機器にはデータセンター向けのスイッチ、 Cisco Nexus 9000シリーズを利用します。具体的に Cisco ACI にはどのような特徴があるのか、もう少し細かく見ていきましょう。これまで勉強してきた従来のネットワークでは、コア層、ディストリビューション層、アクセス層という3つの層に分かれた3階層モデルでした。しかし Cisco ACI はスパインリーフ型のネットワークを構成します。スパインというのは背骨という意味があり、リーフは皆さんご存知の通り葉っぱという意味ですね。イメージとしては中心があってそこに葉っぱがくっついているようなイメージでしょうか。従来型の3階層のネットワークはコア層からディストリビューション層、アクセス層と枝分かれするような構成なので、ツリー構造と呼ばれることがあります。ツリー構造と対比してスパインリーフ型と呼ばれるんでしょうね。スパインリーフ型の場合はスパインスイッチとリーフスイッチで構成されます。一見従来のネットワークと同じように見えますが、スパインリーフ型の場合はいくつか特徴があります。スパインリーフ型の特徴は、各リーフスイッチは全てのスパインスイッチに接続すること、リーフスイッチは相互接続をしないこと、スパインスイッチも相互接続しないこと、リーフスイッチにサーバーなどを接続するという特徴があります。このようにして作られたメッシュ構造のことをファブリックネットワークと言います。ファブリックネットワークが一体となり、ポリシーに従って通信を制御します。スパインリーフ型の場合は、接続したいサーバーが増えた場合にリーフスイッチを増やし、帯域を増やしたい場合はスパインスイッチを増やします。次は Cisco DNA センターについて勉強します。 Cisco は企業向けの SDN の技術として Cisco SD アクセスというサービスを提供しています。先ほどの Cisco ACI はデータセンター向けで、 Cisco SD アクセスは企業向けということですね。Cisco SD アクセスは SDN コントローラーとして Cisco DNA センターを利用します。管理者は GUI を使って Cisco DNA センターを制御することができます。
シスコ DNA センターはノースバンドの API として REST API、 サースバンドの API としてはテルネット、SSH、ネットコンフなど複数のプロトコルに対応しています。複数のプロトコルに対応しているので、ネットコンフといった新しいプロトコルに対応していない従来の機器であっても管理をすることができます。さらに管理方法として、従来のネットワークでは個別に1台1台設定したものに対して、シスコ DNA センターを使うとネットワーク全体に対してポリシーという形で設定を反映させることができます。さらにすごいこととして、シスコ DNA センターに対応した機器を新しく導入する場合には、その機器をネットワークに接続するだけでシスコ DNA センターから初期設定が送られて、導入した新しい機器に設定が反映されるらしいです。初期設定が自動で反映されるので、ネットワークデバイスの運用が自動化されています。これはとてもすごいですよね。このようにシスコは企業向けの SDN 技術としてシスコ SD アクセスを提供しています。 SDN コントローラーとしてシスコ DNA センターを使っていることをしっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画のまとめに移る前に、少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めてみようかなと思っている方、習い事感覚で一緒にネットワークの勉強をしてみませんか？エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。月 2,3 回のオンラインクラスだけではなく、定期的にコミュニティメンバーで交流できる機会も作っています。コミュニティにはネットワークをこれから勉強していく方、すでに CCNA 取得済みの方、様々な人が参加してくれます。一人で勉強がなかなか続かないなという方は、ぜひコミュニティの活用も検討してみてください。興味を持ってくださった方は、紹介動画、参加 URL を概要欄に用意しているので、ぜひご覧ください。それでは今回のまとめです。今回はシスコの SDN を一緒に勉強しました。シスコ ACI はシスコがデータセンター向けに提供している SDN の技術です。SDN コントローラーにはシスコ APIC を利用し、ネットワーク機器にはシスコの NEXUS 9000シリーズを利用します。ネットワーク構成は2層構造であるスパインリーフ型になります。シスコ SD アクセスはシスコが企業向けに提供している SDN の技術です。SDN コントローラーにはシスコ DNA センターを利用します。管理者は個別の機器に設定をすることはなく、ネットワーク全体に対してポリシーを設定することで通信を制御することができます。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。